皆さんこんにちは、シカッキーです。本日はね、夜明け前から牧場に来ましたが、一頭もね、見ませんでしたね。で、2ポイントぐらいあるんですけどね、ちょっと離れた牧場、そっちも見ましたけど、いなかったんですよね。とりあえずね、今日一日中ね、牧場にここにいるんで、サンドイッチ作る材料とね、ラーメン食べるやつとかね、いろいろ持ってきててね、8時1分ぐらいかな。なんで、ね、今からね、サンドイッチ作って食べたいなと思います。朝食です。よいしょ、まあ、鹿来たらすぐね、打てるようにしてますけど、準備はしといて、ね、サンドイッチ作ってコーヒー飲んで、ちょっとね、仮眠取りたいと思います。そして夕方くらいかなと、チャンスあるとしたら、ボックスにね、1枚だけ保冷剤入れて、ハムとか入れてたら凍っちゃってた。カチコチです。これね、湧き水汲んできたやつ。凍ってないかな、分かんないわ。キュウリは凍ってなかったかな。でも一本、場所によっては凍ってるやつがあるかもしれない。湧いたようですね。で、トマト敷き詰めますと。で、ハム。ハムは凍っても大丈夫でしょう。サラダ菜ってやつね、買ってきました。スペシャルサンドイッチ。完成しました。いただきます。よし、極厚だ。クワッドサンドイッチ、うん、おいしい。ハムは2枚ぐらい入れてもよかったな。ハムを足して。一応ね、ここ牧場ですけどね、ちょうど影になってる場所で、まあちょっと一箇所はね、ここの今泊まってちょっと横の牧場にも出るんですけど、まあ出てきてもすぐ逃げると思いますね、ここは。当初のプランではね、最初朝1、2頭取ってね、解体してゆっくり、それで午後の鹿また撮りたいなと思ってたんですけど、大失敗。
全然いなかった。ちょっと見てみようかな。鹿2個目っていうか2回目制作の。美味しそう。3段ではないですけど、ちょっと挑戦してみますね。180メートルちょいです。